第19回エイジーライフスタイル、アリゾナの日常生活にようこそ。本日はアリゾナ州に本拠地を構えますプロフットボールチームアリゾナカージナルスのスタジアムに来ております。私個人的にはプロフットボールゲームというのはあまり見ません。ルールもよくわからないですね。ここは昔畑だったんですけど、だいぶ整備されました。撮影日がおそらく試合がなく、午前中だったためガラガラで人がいませんでしたけど、試合がある日は車がいっぱいになると思います。周辺の高速道路もかなり混雑します。名前がステーツファームスタジアムとなっていますけども、前は違った名前だと思いました。おそらくネーミングライツの関係でしょう。何年かに1回名前が変わるんでしょうね。
このスタジアムなんですけども、高速道路ループ101から見えます。遠くから見ると巨大なキノコがあるみたいです。それではこの辺で。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価、グッドボタンもよろしくお願いいたします。